クエライデル始まるよ。自分の好きな食べ物を商品化するってさ、あ、黒い、いや黒くない、黒いチョコレートもそうか、チョコバナナ、そうそうそう、まあ、今回もなんか俺がさ前餃子食べだからさ、はいはいはい、餃子の座を座るにしてとかさ、あ、ありましたね、まあ、ほんとそういったノリでさ、はい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 、店員さんにさ、まあ、結構牡蠣食べるからさ、はいはいはい、この牡蠣プリプリですよみたいな、そういったニュアンスが、あ、店員さんがね、うん、あ、プリプリで美味しいですよみたいな、そうだからそこからちょっとねヒントを得て今回商品化させてもらったんだけどさ、じゃあその方にちょっとロイヤリティを、いや、ロイヤリティあげようかその店員さんにね、今はどこにいるのかどこにいるのかもどこのお店かもちょっとねあやふやだけど、もう今から1年半前ぐらいなのかな、だ、ね、けど牡蠣うまいよね、牡蠣美味しいですね、美味しい美味しい、旬ですからね、もう毎回言うけど福井のあの牡蠣も美味しかったし、はい、あれはもうほんとね、うん、やっぱね、カニ食いたかったな11月行こうね、まだ出てきたいね、ということで今回ね、はい、これです、プリプリな牡蠣の子っていうことね、プリプリな牡蠣の子、そう、そのと、そのまま牡蠣の身っていうのかな、あれね、身ですよ ね、それをね、ちょっと子供っぽい感じの、はい、赤ちゃんとかさ、子供ってめちゃくちゃお尻とかさ、体プリプリしてるじゃん、触りたくなりますよね、触りたくなる、あれね、あ、何あの弾力、もう俺にはないわ、ストレスフリーですかね、ねあのふわっとしてる感じをプリッとしてる感じを今回商品化させてもらって、すごいなこれ、いいでしょ、本当なんか艶やかですね、艶やかしょ、これ見て、うん、このピリッとしてる感じ、これ YouTube アウトになんないかな、なんないよほら顔こすやすや寝てる感じ、寝てます ねこれはいいでしょ、今回フィギュアと牡蠣、これ台座みたいになってる、ね、すごいですね、そうで、しかもこれ結構リアルなの、本当だ、これこだわりが牡蠣はやっぱリアルに表現しないと、はい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 、これデフォルメだから、まあ、これをちょっとなんかデフォルメにしちゃうとなんか牡蠣っぽくなくておもちゃになっちゃうから、はい、まあ、おもちゃだけどそういったちょっとリアルな部分とまあちょっとデフォルメするところをうまく活用して、はいはいはい、本当に牡蠣に見えるように、このプリプリ感本当牡蠣みたいですね、でしょ、このツヤ、これいいでしょ、うん、これめちゃくちゃ可愛いで、スヤスヤ寝てる感じね、うん、すごい、これ牡蠣のなんていうの、ここの周りの部分ってひだひだ、ひだひだこれなんていうんですかね、ね、ひもっていうんだって、ひも、名称ひもね、まあひもの部分をね、ちょっと赤ちゃんっぽいさ、あ、ね、あこのレースみたいな、レースみたいなね、あれに表現してね、抜ける感じで、これめちゃくちゃ可愛いな、可愛 いこれ、うん、で、これがノーマルバージョンだね、ノーマルバージョンだね、そう、ノーマルバージョン美味しいですか、うん、牡蠣の子のノーマルバージョン、はい、で、続いてが牡蠣の子レモン、うわね、やっぱレモンかけたいよね、やっぱね、牡蠣といえばレモンをね、そう、もうレモンのこれ透明度結構ね表現するのなんか意外と大変で、そう、うまくできたんだよね、でね、ちょっとねボス刺さってんだけど、ボスの具合がちょうどね種みたいになってるの、あ、なるほどなるほど、そう、これは本当にたまたまこれはマジで偶然わかるでしょ、なんかちょっとあ、本当だ、ほら種っぽく見える、種っぽいでしょ、見えるわ、すごいリアルに見える、本当だ、そう、っていう感じでね、今回ね、かわいいね、すごい、手足のね造形とかもすごいしっかりしてるからね、あ、ほんとだ、うん、すごいな、すごい、ほんとリアルだよ ね、このツヤツヤの塗装ってどうやってんだろう、すごいな、塗装最後にねスプレーでツヤ感出してる、へえ、うん、なんか陶器みたいですもん ね、 そうだね、これトゥルトゥルで、そうそうそう、で続いてがこれ牡蠣の醤油、醤油、うん、お尻に醤油、お尻に醤油、うん、ちょっとうんちに見える感じ今どっちもそれを言わないようにしてたけど言ったね、言った言った言った、醤油ね、はい、うん、醤油ね、ね、可愛いね、はい、いいですよこれはね、俺醤油かけないな、で大体レモンじゃないですか、レモンだね、うん、レモン、レモン、むしろ何もつけないで食べてくださいみたいなありますもんね、そうだね、けど俺何もつけないのよりやっぱレモンかけたい、そのままの海のさ塩気も好きだけど、はいはいはい、もう好きだな、いやいや、海食べたいもん、海食べたい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 ね、うん、で続いてこれね、牡蠣の子のね、もみじおろし、もみじおろしがいい具合だよね、確かに最近なんかそのスタイルで食べてないかもな、うん、でしょ、もみじスタイル、もみじスタイルで、もみじスタイルなかなかちょっと豪華だよね、うん、そうですよね、うん、広島とかでよくなんか見るよね、そうだね、イメージ、もみじおろしを入れるとさ、臭みあるものが消えるよね、はいはいはい、だからうまいね、調和っていうかさ、はいはいはい、うん、これでもすごいもみじおろしのいいですね、いいでしょ、透明感すごいいいな、これいいな、かわいいねすごいかわいい、すごいかわいい、で続いてね、これ最後焦がしバター、もう焼きバージョン、あ、なるほどね、焦がしバター、はい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 、うん、あー焼いてますね、焼いてる、溶けて溶けて、うん、あー、いいですね、まあこれが、これ夏のチャラ社長ですね
うん、冬のチャラ社長と夏のチャラ社長。いや、こんな白くないでしょ。これが冬ですよ。これが冬。嘘つけ。これが冬。嘘つけ。これ焦がしもすごい可愛い。いいですね。うん、ちょっとね、焦がしはね、ちょっとお得感あるかな。確かにね。なんか他のやつと違ってね。なんか美味しそう。ね、これ。でこれ、ね、PVC だけど意外とこれ柔らかいの。あ、本当だ、うん。これもなんか使えそうですね。使えるよね。めっちゃリアルだよ。めっちゃリアルこれ。え、あ、ほら、牡蠣やん。牡蠣。あ、すごいすごいすごい。あ、かわいい。そういう仕様にしよう。いいですね、これ、ね、いいよね、2個ね、使っても、まあ、1個でもかわいいしね、こう置いてても、ね、いいでしょ、うん、他のフィギュアの台座みたいなのも使えるでしょうね、うん、でしょ、うん、これ、ほんとこれ、いいよね、これもほんとこれオリジナルだからね。だからだ。だからってどういうこと。だからなんかね、ちょっとお下品なお下品ですよね、皆さん。結構、結構さ、俺、そういうの好きでね。ギャグザメとかさ、はいはいはい、あと、お尻出しちゃプリケツ動物ね、プリケツ動物とかさ、はいはいはい、基本的になんかそういう小学生の時はくだらないところから来てるよね、はいはいはい、発想がね。これはねちょっとアダルトな感じが出ていい。いやアダルト全然ねえだろこれ。いやいやアダルト感全くねえわ。牡蠣をあえて子供にするっていう、ね、するってね、はい、ちょっとアダルトな感じ。いやアダルトしないわ。ということでこちらで8月商品でね、はい、全5種300円展開するというのはこちらもねぜひチェックしてみてください。はい、今日紹介させてもらったプリプリンが牡蠣の子でした。ラテリぴったりです。よろしく。